なんていう漫画なんだろう。ズレカツファイトのマサ。どんな漫画なんだろう。今日もとんかつがお皿の上ど真ん中で一安心。ズレるかズレ落ちないかとんかつが心配。ズレカツファイトのマサ。何？とんかつがズレても心の中のとんかつがズレちょっと出たけどな。ズレカツファイトのマサ。こうずれたらこう。ズレるものにあらず、とんかつはずらしていくものだ。ズレカツファイトのマサ。何を言ってんだ。マサはもう分かったから。相変わらずずれているな、マサ。その声は年始のシゲ。年長、お前も俺みたいに手に持ったらどうだ。だ、ずれないわ。カツは皿の上に乗ってこそとんかつだ。貴様、うるせえ、勝負だ。ズレカツファイト。何だったの。外れた、ずれた。怖かった。もう分かんないね。分かんないや。まあ戻した。そのためにキャベツあんねやろ。トントンゾーンみたいな。ダメだ、このままだとトンカツがずれ落ちてしまう。もうダメだ。負けないで。その声は、サラシパジャマ高次元魔のミキちゃん。サラシパジャマ高次元魔のミキちゃん。あなたの天国はずれないわ。ありがとう。サラシパジャマ勝負だ。絶対ミキの勝ちや。サラシパジャマ。うわー、なんだサラシパジャマ高次元魔のミキ。あ、出た。落ちとん。落ちた。落ちメンチ。まさ。ひろとん。ひろとん。何お前、何やっても読めちゃうぞ。ズレとん。こいつ怒っとこ、もう。ズレメンチ。何を見せられてるんだ。何これ。ズレトン。何これ。おかしくなりそう。なんかマジでこの漫画読みたい。何これ。怖い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 。すごいな。なんだ今の。何だったんだ。おもろすぎる。なんだ一日落ちメンチとか。ここ3年で一番笑ったかもしれない。完璧な人はいない。出来損ないな人はもっといない。天才に見える人はもっと上を目指してる。満足なんてしない。